グラフィックスカードをユニットから取り外すには、まず左側のカバーを取り外しますグラフィックスカードから電源コネクターまたはコネクターを取り外します電源コネクターは、ラッチを押さえ込んで外す必要があります指示ブラケットが取り付けられた長いグラフィックスカードをお使いの場合は、PC の内壁にグラフィックスカードの指示ブラケットを固定しているプラス2番のネジ3本を外します グラフィックスカードの指示ブラケットを引き出しますグラフィックスカードをシャーシに固定しているプラス2番のネジ2本を外しますグラフィックスカードのとどめラッチをマザーボード側に押し下げカードをユニットから慎重に引き出しますシステムに別のグラフィックスカードを取り付ける場合は 背面のフィラーパネル2枚を固定しているプラス2番のネジ2本を外しフィラーパネル2枚を取り外します外したネジは、追加のグラフィックスカードをユニットに固定するために取っておきますグラフィックスカードを PC に取り付けるにはグラフィックスカードのコネクター側をマザーボードのソケットに押し込み止めラッチが所定の位置に収まるのを確認しますグラフィックスカード後方の端の近くを プラス二番の固定ネジ二本で止めて、グラフィックスカードをユニットに固定します長いグラフィックスカードを取り付ける場合は、グラフィックスカードの支持ブラケットをカード前方の端に元通りに位置合わせしますプラス二番のネジ三本で止めて、グラフィックスカードの支持ブラケットをシャーシの壁面に固定しますグラフィックスカードの電源コネクターまたは コネクターをカードに取り付けます。